ウィリアム連勝はイングランドレミントン出身の男子テニス選手。フルゲームはウィリアム・チャールズ連勝という。1880年代に活躍し、黎明期のウィンブルドン選手権に6連覇を達成した選手として知られる。ウィンブルドン優勝7回はピート・サンプラスと並んで歴代2位。1925年にビル・チルデンに抜かれるまでは、 グランドスラム優勝回数歴代1位大記録を保持していた。双子の兄であるアーネスト連勝もテニス選手で、兄弟でウィンブルドン選手権のシングルス優勝を争ったり、ダブルスでペアを組んで活躍した。ウィリアムは愛称のウィリーで呼ばれることも多かった。1861年1月3日、イングランドのレミントンにある連勝家で双子の兄弟が誕生した時、先に アーネストが生まれ、15分後に弟のウィリアムが生まれた。世界最古のテニストーナメントである、ウィンブルドン選手権は、1877年に第1回大会が行われた。双子の兄弟は1880年、19歳の時に、ウィンブルドン選手権のダブルスで初優勝し、以後7勝を記録する。1881年、20歳のウィリアム連勝は、 第5回大会の男子シングルス優勝者になった。当時の競技システムは、現在とは大きく異なっていた。まず、チャレンジラウンドが行われ、大会前年優勝者を除く他の選手たちが、トーナメントを戦い、それを制した選手が前年優勝者と決勝を戦う、オールカマーズファイナルで優勝を決定していた。ウィリアム連勝は、初優勝の時、チャレンジラウンドの決勝で、 リチャード・リチャードソンを6から4、6から2、6から3で破り、オールカマーズ・ファイナルでは前年優勝者の、ジョン・ハートリーを6から0、6から1、6から1のストレートで圧倒した。それから、ウィリアム・連勝は前年優勝者として、チャレンジラウンドの勝者を待つ立場に変わる。1882年と1883年は、挑戦者は、双子の兄のアーネスト・連勝で、 1884年から1886年の3年連続でハーバート・ローフォードの挑戦を退けた。こうして、ウィリアム・レンショーは、ウィンブルドン選手権の男子シングルスに、大会、6連覇を達成したが、その後、テニスエルボーを患い、1887年の大会出場を断念する。チャレンジラウンドに戻ったウィリアム・レンショーは、1888年は、 準々決勝で、ウィロビー・ハミルトンに敗れ、予想外の早期敗退を喫した。1889年のチャレンジラウンドで、連勝は、決勝で、ハリー・バーローに苦戦し、第4セットと、第5セットの窮地から大逆転の末3から6、5から7、8から6、10から8、8から6で勝利を収める。 3年ぶりに戻ってきたオールカマーズファイナルで、ウィリアムは1888年の優勝者であった。兄のアーネストを6から4、6から1、3から6、6から0で破り、3年ぶり、7度目の優勝を飾った。しかし1890年の大会では、挑戦者のウィロビー・ハミルトンに8から6、2から6、6から3、1から6、1から6のフルセットで破れ、 それ以後はもう優勝できなかった。29歳まで10年間に及ぶ君臨期間であった。しかし、連勝兄弟は二人とも創生する。1899年9月2日に、兄のアーネストが38歳で亡くなり、弟のウィリアムも、その5年後、1904年8月12日に43歳で死去した。それから十七年後の百八十一年に、 ウィリアム連勝の名前がテニスファンの話題として復活する。1976年から1980年までウィンブルドンの男子シングルスに5連覇していたビオルンボルグが昔の連勝の6連覇に並ぶかどうかに期待がかけられたが1981年の決勝戦でジョン・マッケンローに6から4、6から7、6から7、4から6で敗れ、 大会6連覇の記録を逃したのである。オールカマーズファイナルの時代に成し遂げられた連勝の記録と全ての選手が1回戦からトーナメントを戦う現行の方式でなされたボルグの記録とでは条件の違いは明らかだった。しかしあくまでも数字の記録上においてはウィンブルドンの男子シングルス連覇記録は連勝がトップになる。1983年。 連勝兄弟は揃って国際テニス伝堂入りを果たす。2017年のウィンブルドンでロジャー・フェデラーが5年ぶり8度目の男子シングルス優勝を果たし、ウィリアム連勝を抜き優勝回数の歴代単独1位となった。ありがとうございます。